ベストイレブンを決めよう。シンプルイズベスト、はい、ベストイレブンのもう季節でございます。いやプレミアリーグ、うん、今季も本当面白い、面白かったですね。予想外の活躍、予想以上の活躍、うん、まあ予想外の、ね、そのパフォーマンスありもありましたけど、うん、まあ、今回は、はい、シンプルシンプルイズベスト、はい、ベストイレブン、まあ僕は一応まあ一般的にはこういうのやなというのと、はい、まあ私的みたいなのも2つ用意してまして、うん、はい、まあ、内藤さんも内藤さんのベストイレブンを用意してきていただいてますんで、はい、僕も本当シンプル好きで選びました。ああ、いいですね。成績とかよりも、うん、もう好みで、好みで、まあ、今季よく頑張った、シーズンに良かった、なるほどみたいな感じで選んでます。わかりました、はい、ということで、お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まず僕の、まあ、一般的にコーチ上がってベストイレブン、はいはい、で、僕は津田イレブンと2つ、はい、用意していまして、内藤さんほんま内藤イレブンの好み、はいはい、で同時にポジションカレーって、はい、まあ、ゴールキーパーから順番に言っていきまして、はいはい、フォーメーションは4-3-3で固定とさせていただきます。はいはい、一旦お互いのイレブンのゴールキーパーからいきます。わかりました。じゃあせーのでいきます、ね、せーのでいきましょうか、はい、いきましょう。せーの、オナラ。ああ、まあね、わかります、わかります。まあまあまあ、ここは僕そのね、まあユナイテッドファンなんで、うん、まあ、よく、まあ、序盤は結構いろいろありましたけど、まあまあまあね、まあ、僕は単純にもあのセーブ率とか失点の率とか、はいはいはい、まあ、考えたら、はい、途中からポジションも変わって取ってというところで、まあ、ラヤかなというところでございました、うん、はい、ベストイレブンの方はちなみに、あ、これが、あ、ごめんなさい、こっちが、こっちがあれでしたか、はい、なるほどなるほど。で、僕の個人的ベストイレブンの方では、はい、ビカリオ、はい、もう書き始めてます、はい、絶対そうや、早いな思って見てましたけどまあまあ、ビカリオは入れたいなっていう、まあ、ロリスの後ってかなりのプレッシャーやったと思うんですけど、いや僕普通にベストイレブンの方ビカリオ入れてもいいと思いますけどね。僕はビカリオ、ラヤ、オナナで悩んだので、でも内藤さんが多分オナナ言うやろからやめとっていう感じで外したんで僕瞬間最大風速で言うとオルテが入れようかなちょっと思いました。ベストイレブンの方全然いても、まあいいゴールキーパーがやっぱたくさんいるリーグやなという感じでございますかね、うんうん、はい、右サイドバックからいきましょうか。右サイドバック、じゃあ、ベストイレブンの方いますか、はい、ベストイレブン普通の、まあ、一般的な方ね、はい、じゃあせーのでいきましょう、はい、せーの、ベンホワイト。あ、なるほどね。まあまあまあ、だめっちゃめっちゃそうっすね、まあ、ホワイトとギュスト。僕は、はい、やっぱギュストでかかったなと思って、やっぱなんかこう期待されてこうどれぐらいいけるんやろっていうので、うん、こうなんていうんですか、我々もわからんっていうのを言い方おかしいですけど、はい、活躍できるんかなっていう、はい、ぐぐっと後半戦特に上げてきたイメージですね、うん、ギュストはね。ちなみに津田さんの方の右サイドバックは、僕の方の個人的ベストイレブンの右サイドバックは、はい、ブラッドリー。あ、ポロじゃなかった。ポロじゃなかった。さすがに、あの、はい、自チームばっかり入れてたら、そんなもんねってなるんで、まあ、インパクトがあるとか言うと、これどうすんねやろ、リバプールって、怪我人続出の中を、まあ、耐え切った一つの要因というか、うんうんうん、で、まあ、アレクサンダー・アーノルドを、まあ、はい、インサイドハーフ、で使えるメドがもしかしたら立ったかもしれんっていうので言うと、うん、彼の登場はかなり大きかったんじゃないかなっていう、ね、うん、ところで言うと、まあでも僕ギュストも前は最初ギュストでした、僕。あ、まあ、個人的ベスト悩みますよねここは、ほんま。まあでも印象で言ったらブラッドリーかなっていうのでブラッドリーにしたという感じでございますね。じゃあ右のセンターバック、右のセンターバック、はい、行きましょうか、はい、せーの、サリバ。まあここはね、まあまあまあ、ここは、まあ、やっぱね、すごすぎたんでね、全試合フル出場とかですか。まあちょっと彼以外に逆に考えづらかったですね、うん、いなかったかなっていう感じですかね。ちなみに津田イレブンのセンターバックの方は右が、はい、ちょっとすいません、チアゴシューバで。あー、すいません。まあ確かにそのメモリアル、そうですね、メモリアルも含めると、うわ、チアゴシューバも入れたいですね。これはもう完全にメモリアル、はい、最初来た時大丈夫か、プレミア初挑戦で、まあ結構な、ね、年で来たんで、確かに確かに、いやいや、スーパーで、まあ確かに、うん、シューバーお疲れ様は結構ありますね、うん、ここはやっぱり外せなかったかなっていう感じですかね、はい、で、左のセンターバックいきましょうか。ですね、左のセンターバック誰にしようと思ってたかな。いいですよ、悩んでください。あ、思い出しました。いきましょうか、はい、左センターバック、はい、せーの、ファンデヘン。ファンデヘン、いやいや、ほんまですか。いや、ほんまですか。ほんまです。合わせに行く、合わせに行くゲームみたいな。いやいや、ファンデヘンは、まあ、そらそうやなと思いました、うん、ここは
まあそれこそプレミア1年目で、うん、まあこれだけできたのはすごいなというか、まあ、あとやっぱワロテマぐらい早いっていうのはやっぱスパーズが今シーズン5位に入れたのはやっぱ彼が、うんうん、2、3点分は止めてんじゃないかなってカウンターをって気はするんでね。ファンデフェン、ツダーイレブンにも入るっすか？いや、同じのはなくしました。あ、なくしました。はい、じゃあここは？ここはエバートンから、はい、ブライス・ウェイト。あここはやっぱ、なんでしょうね、若手の期待枠というか、はいはい、まあもう仕上がってるけど、はい、まだ伸びしろもあるんですけども、うん、ある程度もう、はい、完成されてる大型左利きセンターバックってもう楽しみでしかないんで、うん、確かにここは外せんかなという感じでございましたかね。内藤スキーイレブンにターコフスキー入れるかめっちゃ悩みました。あーでも確かにねいや本当ねこれやったら分かるんですけどね、マジでこの人も入れたいこの人も入れたいってなるんですよね、はい、マグワイアは悩まなかったです。マグワイアはまあまあで風見ろとかほんまちょっと悩んだんですけどね、まあセンターバックでよく頑張ってくれたでは思いましたけど、はい、じゃあ、左サイドバック、はい、いきましょうか、はい、せーのグマルディオル。おお、なるほど。まあちょっとねこれは別にそんなね、まあまあね、あの、まあ、スキーもかなり入ってますけど相当頑張ったんで、うんうん、てかプレ多分ユナイテッドで一番年間通して良かったのは、うん、多分ダロトやと思うんで。なるほどね。もう全然、まあ僕ちなみに僕の個人的ベストイレブンの左サイドバックダロトです、はい、ああ本当ですか、はい、ああここで被ってきました。ここでククレジャカ迷って、ああ確かに終盤戦ね本当そうなんですよ。でもまあシーズン通してっていう感じではなかったし、まあったね、難しい、まあ、それでしたらオナナも序盤戦ボロボロやったんですけど、うん、まあまあ個人的なんでね、個人的なあれなんで、ウドジェもそれこそあったんですが、まあ、ちょっとスパーズ肩になりすぎるということで、まあ、ダロトはスーパーやったし、うん、まあまあいろんなインかなっていう感じしますけどね、はい、確かに、まあ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 順当にって感じとか、ね、順当ですね。じゃあ中盤、はい、ボランチアンカーの方ね、はい、これだから僕はベスレの方は2ボランチにしたんですよ。あ本当ですか。2ボラでちょっとあの個人的な方は、はい、アンカーにしてますけど、アンカーにしました。じゃあまあそのアンカーっぽいちょっと守備的っぽい方から、なるほど、行くと、せーの、ロドリスタ。おー、いや悩みましたね。そう、もうね、そうなんですよ。そんな、ロドリーを入れざるを得ないんですけどまあね、絶対そうなんですけど、もうそんな毎年入っちゃうんで、うん、そうですね。ちょっと あえて外しました。マカリスタにしました、うん、しかもアンカーのマカリスタです。あー、そっちの方ですか。いや、もちろん途中から遠藤アンカーのマカリスタインサイドハーフになってたんですけど、うん、いきなり新加入チームで慣れてへんポジションでよう頑張った。まあ、それで言うとだから僕が個人的ベストの方は遠藤航選手、うん、あそうですね、僕遠藤もなりました、うん、途中加入であのプレッシャーでって考えて、うん、シティ戦で MVP、はい、いや外せないってなるけど、はい、ロドリがいるからみたいな感じではありましたね、なんかこう見ると僕のイレブンはなんかよく頑張ったっていう、その丸々の中よく頑張ったっていうのが結構選ばれがちかもしれないですね、うんうんうん、まあまあまあいいんじゃないですか、個人的なことですからね、はい。で、はい、もう一枚、もう一枚の方ですね、はいはい、いきます、はい、せーの、ライス、ブルーノ。おー、あー、まあ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 ちょっと普通に考えたら、はい、ごめんなさいね、つまらない、はい、普通は一応だもう一個の方も用意してるというので、はいはい、そのもう一個の方は僕もブルーノフェルナンデスが入るかなという、まあまあ本当本当よく頑張ってくれたんで、うん、まあ、ブルーノフェルナンデスがいるいないでやっぱチームの出来がまあ、変わるというかね。もう本当彼だけです、ずっと良かったの。本当に。まあ、あとライスはもう言わずもがなじゃないですか、うん、もうあの移籍金でプレッシャーとかあるかなと思ってましたけど、そんなことない、うん、完璧な活躍やったんじゃないかなという、うん、まあめっちゃそうっすねっていう感じですね、うん、ここはまあ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 っていう感じでございます、はい、じゃあ僕はトップ下みたいな形で置いてるんですが、はい、ナジさん、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。では行きましょう、はい、せーの、ウーデゴール。おー、まあ、だからやっぱね、頑張った組なんですよね。あまあね、はい、僕はまあ、ウーデゴールかな。あまあ、そりゃまあ、キャプテン、うん、頑張りましたよ、相当。でそこ見えてんのかみたいな、やっぱ、うん、上使うパスとか、うん、なんか2個先の門通すとか、うん、なんかやっぱクリエイティブで言うとやっぱ腕ゴールはスーパーやなっていうのを思いましたかね。し守備も相当、守備すごい相当なんで、うん、うん、まあまあ異論もあんまないんじゃないかなっていう気もしますし、うん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 、まあまあパーマーもそうですね、うんうん、
で間違いないですよね。津田さんのインサイドの母もう一人は、ギブス・ホワイト。ああ、いいですね。ここはやっぱいつなんやろっていう、まあその、うん、ノッティングフォレストのサポーターの方には申し訳ないですけど、はい、まあ、多分ビッグクラブには行くと思うんで。行きそうですね。時間の問題っていう感じはしますけど、うん、や走れるし、ね、彼のなんか印象的なのは、うん、カウンターとかの時に絶対戻ってんすよね、うん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 、全力疾走で。で多分守備できて戦えて、うん、うまいっていうのは、まあ、なんか現代サッカーに求められる資質がなんか全部あるんじゃないかなっていう気が、まあ、しますかね。確かに。じゃあ右のウイングいきましょうか、はい、せーの、オリーゼ。おー、まあそうですね、今期のフォーデンはようやく、まあ、ほんまに、いや、もともとすごかったなっていうのありましたけど、まあね、いよ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 ワンランク上の選手になった感じが、うん、しますね。まあ外せない気しますね。なんか特に最終節の、まあ、近々やから、うん、近々やからね、こう印象残ってますけど、うん、3分ぐらいであのえげつないゴラッソを決められたらっていうね、うん、いやまあまあまあ、オリセどうすか逆に。やっぱ終盤のパレスの圧倒的猛攻の、あ、まあ、中心選手のうちの一人、やっぱオリーセ、うん、欲しい欲しいです。まあスーパーですよね、まあ、それこそビッグクラブ行くんじゃないかと、うん、まあ、言われ、うんうん、長年とかね言われてますけど、うん、まあ、どうなんかと、はい、私は個人的ベストイレブンの右のウイングは、はい、ベルナード・シューバで、まあ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 、まあ、やっぱえげつないですけどね、はい、えげつない、なんかそのフォーデンとかとはまた違う、うん、はい、なんかあ取られへんわこの人みたいな、うん、なんか別にパワーでパワーショットみたいなフォーデンであるじゃないですか、ミドルのバーンとか、うんうん、なんかあんまベルナードはそれがない気するんですけど、うん、あそこに行ったらいいよねって気の利くところにずっといてくれる、でどこでもできる、まあ外せないかなっていう感じですかね。いや、いつなんかしかもムラないですよね、うん、本当パフォーマンスの。でも一応もしかしたら今シーズンがラストかもしれないと言われてるんで、あ、まあ、確かにお疲れ様ベルナード・シューバーも、はい、わかんないです、わかんないです、僕は残ってほしいですけど、うん、プレミアリーグに、確かに、まあちょっとわかんないですけど、まあ、スーパーやったなというところでございます。確かに。じゃあ左ウィングいきますか。左、ね、これちょっとねセコイですけど、まあちょっと、あ、セコイですか。セコイというか、まあ、はい、ごめんなさいっていうのもあるんですけど、はい、じゃあいきます、せーの、ゴード。まあ、あ、もうウィングでごめんなさいっていう。あ、まだフォーデン左もやるんで、まあね、フォーデン左でもいいかもしれないですね、もしかしたら。まあどっちでもって感じですよ、ここはね。まあ、ほんまはやっぱりこう、いろいろ迷ったんですが、はい、外せんなっていう、ホールパーマー。で、ちなみに僕の個人的イレブンの左は、はいはい、ゴードンっす。あー、ゴードンかぶり。僕、ここ、ソン・フンミンやと思ってました。いやー、入れたいですけどね。やっぱその、自分のチームばっかで言われる。僕、3人入れてますけど。結構バランスを見ながらやりましたけど。でも、それでも、まあ、ゴードンはまあ、今シーズンの結構インパクトある選手の一人じゃないですか。点にも絡んだし、もしした、もちろんアシストも絡んだし、うん、まあ、何より圧倒的な守備強度、ニューカッスルの魂、やっぱ10番を、ね、うん、まあ、去年の冬加入ですか、うん、ですけど、まあ、実質今年の夏ぐらい本格稼働して、今季の夏から本格稼働して、うん、いや、魂を感じましたね。うん、まあまあ、これもいろんないいかなっていう感じはしますかね。うんうん、はい、じゃあ真ん中ね、一番前、はい、いきます、せーの、ワトキンス。ハーランド、まあそうですよね、まあまあそうなんですよ、うん、そうなんですよ、すよ、そらそうなんですよ。僕も最初ワトキンスやったんですよ、はい、ワトキンスやったんですけど、はい、そのまあでゴール数とか見たんですよ、はい、ハーランドやなってなってそう一般的に選ぶからね。でもワトキンスアシストも多いです。いや、そうですよね、10アシストしてましたもんね。ゴールアシストの合計やったハーランドとセルクハーランドより上かとか、そんなぐらいやったような、ちょっと一応怖いんで確認しますけど、うん、ハーランドが、27とか27ですか。いやー、なんか調子悪い悪い言われてもね、うん、こんだけ飛んでる27ゴール、そうですよね、5アシスト、合計32得点関与、うん、それワトキンスがどうでしたっけ、ワトキンス、まあ、単純にシティとビラっていうそのチーム力の違いで、こんだけ残してるのはね、が19ゴール13アシスト、あ、ちょうど一緒か、32、うん、すごいな。いや、ワットキンスなんですよ、そら。でもなんかゴールフォワードなんでって考えた時に、はい、まあ、確かに
結局かなみたいな。ちなみにイサクが、21ゴールにアシスト、あ、意外とアシストが少ないんか。僕はでも個人的の方のフォワードはイサクにさせてもらいました。そう、僕もイサクもね、ちょっと悩んだんですけど、なんかね、ぬるぬるって抜けるドリブルみたいな、あのライン間でもらってターンしてみたいな、ただ信じが得意、ね、選手が得意やった印象のあるプレーというか、なんかね、苦しい時期の、あの入荷する、まあ、特に開幕したてぐらいの時って、なかなかこれイサクどうなんよって感じだったんですけど、やっぱあれ知らん間に2桁乗ってるやんみたいな感じがあったんで、いやーさすがっていう感じでしたね、まあ、ちょっとせっかくなんで改めてゴール、ランキングとかも、はい、ちょっと見ていこうかな。普通に考えたらハーランド、ワトキンスとかになって、うんうんうん、まあソランケとかね、それこそ、うんうんうん、ボーンマスであんだけ点取るんやとかね、ありましたし、いろいろありましたけど、うん、まず得点ランキングに関してはご覧の通りですと、うん、はい、まあ、ハーランド、パーマ、うんうん、イサク、フォーデン、フォーデン19も取ってんのか、いやまあすごいっすね、すごいな、うん、でまあシレット、サラーもね18、ソンも17、ボーエン16、もうね、待てた入れるかちょっと悩んだんですよ、あ、待てた16もいったん、まあまあね、みたいな、そこ迷いました、ワトキンス、ソランキーで待てた、イサクのどれかって言ったらなんか印象残ってるのがイサクやったんでっていう感じかな。 で、ね、でサカもなんだかんだ16取ってるんで、まあ、サカちょっとね入れれなかったのが悔しいですけど、サカも本当素晴らしいパフォーマンスやったかなっていうところはありますね。でアシストの方で言うと、うん、ワトキンス、パーマ、デブライネ、そうデブライネもね、まあ、悩んだんですよね、後半、うん、後半戦すごかった、うん、でアンソニー・ゴードン、グロス、まあ、ブレナン・ジョンソン、ブレナン・ジョンソンね、こうやって見るとアシスト数多かったっすね、うん、まあ、完全 100% スタメンじゃないのにこれだけいってるのは、うん、まあすごかったな。あとトリッピアの10アシスト、トリッピアサイドバックできた、でウルゴールも10アシスト、うん、でユリアン・アルバレス、ベイなどなどっていう感じですね、うん、まあどっちかっすよね、まあ、普通に考えたらワトキンスなんかな、あ、まあ、僕はなんかと点取るということだけに特化してなら、うんうん、ハーランドっていう感じでございましたけどね、で、まあ、100% プレイしました要件でいうとキルマも実は 100% プレイしました、はいはい、まあ、ゴールキーパーでいうとレノ、オナナ、ピックフォードだと、もさっきも言ったサリーバー、うん、まあ、あと、まあ、ビカーリも 100% プレイしました、うん、まあ、惜しくもちょっとだけ、まあ、交代しちゃったけどターコスキーが、あー、まあ、1分足りずって感じですけど、まあ、このここに出てるような選手たちはもう本当フルフル、まあ、フル稼働、でこうやって見るとこれだって大体ゴールキーパーが上10個ぐらい全部占領するみたいな感じになりがちですけど、はいはい、今季は意外とキーパーが少なくて、要はレノ、オナナ、ピックフォード、ビカーリオの4人だけ、うん、まあ、だからまあその単純に怪我とかもあったんでしょうけど、まあそうですね、まあ、結構キーパーもね試合によって使い分けるみたいなのもちょっと時代としての変化としては現れているのかなっていうところはあったりしますという感じですかね。いやこれはでも悩みました。もう正直考えてる時、まあ、あかん、これ全部なんか7人ぐらいスパーズになってまうとかそれは良くない、フラットにフラットにというので楽しく選んだんで、もしあのコメントでね、いやこいつ入るやろとか、うん、いやこれやったらこっちの方がいいでしょとかね、はい、ありましたら、はい、ぜひ書いていただきまして、いいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。